今回の雑学はこちら。はい、ですね、ヒゲには三通りの漢字があるということです。ですね、ヒゲをヒゲと書く漢字にはですね、ヒゲ、このヒゲ、ヒゲ、ヒゲ、ヒゲのですね、三種類あるということですね。これらはですね、部位によって使い分けられる。はい。上唇の上のヒゲを表すときにはですね、このヒゲ、そして顎に生えた顎ヒゲはですね、これ、あ、これか、これ、これですね。そして、頬のあたりの頬ヒゲの字はですね、この、これと、はい、いうことです。